す木きまあとは、日本の政治家。元沖縄県議の安市長、元沖縄県議会議員、元議の安市議会議員。琉球政府議の安市生まれ。沖縄県立普天馬高等学校、千葉商科大学省経学部経営学科卒業。大学卒業後、フランスに留学し、8年間滞在した。日本に帰国後、自由民主党に入党。 1997年により、旅行会社に勤務。2001年の宜野湾市議会議員選挙に出馬し、初当選。2005年にも再選されたが、任期途中で辞職。沖縄県議会議員選挙に、宜野湾市選挙区から出馬し、当選。2010年に再選。2012年2月、朝戸武氏の病気辞任に伴う宜野湾市長選挙に、自民、公明。 新党改革3党の推薦を受けて出馬。朝との前任者で、社民、共産、沖縄社会大衆3党が推薦する、伊波洋一を900票の僅差で破り、当選した。2015年9月、翌年の宜の湾市長選挙に再選を目指して出馬する、意向を表明。前回に引き続き、自民、公明両党の推薦を受けたほか、松添洋一東京都知事の支援を受け、 相手候補を約6000票の大差で破り、再選された。2016年1月29日、首相官邸で安倍晋三首相に面会し、改めて普天間飛行場の早期閉鎖を要請した。2018年6月5日に、任期満了に伴う11月の沖縄県知事選挙に先間を擁立することを自民党沖縄県連が決定。 オーナーが知事の死去に伴い選挙が9月に前倒しされたことを受け、8月14日に辞表を提出した上で知事選への立候補を正式表明した。同年9月30日執行の知事選において、元衆議院議員の玉木デニーに敗れ落選。参考。ありがとうございます。